ンストレーニング、もんちゃんあかりちゃん編です。さて今回は俯瞰とはどういうことなのというのをホワイトボードに図解していきます。ちょっと斜めからなので見えにくいかもしれませんけども、それでもご覧くださいませ。どうぞ。いきますね。さて今ここで見えるかな。見えます。座ってます。はい。そして見える、こう紙を持っている、うん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 、そして、はい、お目目があり、はい、お目目がこの字を見る、うんうんうん、そして誰かに言わなきゃ、話をしなきゃいけないときに、うん、あかりちゃん何が思う？この文章を人に伝えなきゃいけないとき何思う？ちゃんと読まなきゃ。ちゃんと読まなきゃ。そして声出さなきゃ。声出さなきゃ。もっと何思う？みんなに分かるように話さなきゃ。みんなに分かるよとか思うわけですね。で、その思った瞬間にネガティブがこの辺に渦巻くわけです。ああですね。で、ネガティブが渦巻いたのがなんかまあこの辺にネガティブテリトリーっていうのを作って、うん、自分の視野がこんなに狭くなっちゃうんですっていう感覚わかりますかね。なんかああっていう感じです。で、ここから発した声はネガティブをここにくっつけています。うん。で、さっきの123の声っていい声だったのに、もともといい声なのに、残念ながらネガティブを通過するとネガティブがくっついて、で、結果どうなるかというと、胸が緊張して、こうなんかギュッとなるとか、喉が詰まるとか、顔がうまく動かなくなって、で、滑舌が悪くなるとか、で、声が小さくなるとか、で、その録音を聞くと、録音機ですね、録音を聞くと、あー、私の声はってなるわけです。で、何が悪いの？このネガティブ、くっついてるやつが悪いだけで、これがなくなりゃもともとめちゃくちゃいい声なんですね。ということで、ここにはネガティブが渦巻きやすいということです。で、今やったのが、まあ、この辺に頭が考える思考があったとすると1、2、3ってここに飛びました。あ、もうちょっと遠くに飛ばせよ。今ちょっとちっちゃい3でやっちゃいましたね。これでやった。1、2、3って飛ばしました。ここにお目目をつけて、ここからこう見ました、文字を。そしてここから指令を送ったんです。ですからここは指令部。なるほど。ということで、今までは指令部とやることが同じ場所だったので、突然パーって真っ白になったりするんです。パーって混乱しちゃって、で、あーってなるんだけども、でドキ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 するんですが、ここに司令部が行くことによって、司令部は考えるのはここ、自分自身は操り人形状態だから、言われたことやるだけ。さっきの分かりますか？ここに目を置いた時にスラッと読めちゃった感じで、自分がちゃんとやろうと思ったらあばばばばばってなんだけども、ここに行くと緊張がなくなります。で、さっきこっちにいた時にネガティブ感じられました？どんなこと思ってました？ここでなんか感覚があまりない。感覚がない。もーちゃんどうでした？確かに力がすごい抜けた感がある。力が抜けた。そうなんです。ちょっと力が抜けた話からしますと、今まではここに意識があるので、この体の前面に力が入りやすくなる、意識がこっちに行ってるから、でも後ろに行くとこの前の力が全部抜けます。勝手に意識が後ろに行くだけで、だから口が動きやすくなって、滑舌が別に練習しなくても勝手に良くなります。口とか舌とかはめちゃくちゃ賢くって、勝手にいい音を出すの知ってるんですよ。それをわざわざネガティブでできない子にしていた。カーって固まらせて、で、それが解放されると滑舌はめちゃくちゃ良くなって、で、口もスムーズに動くようになります。そしてあかりちゃんはここでもう何も考えられなかった。ということはつまり、ネガティブをここに持ち込むことはできない。実はここは何も考えていないようで、間違えた、ポジティブな世界であったということです。ここがネガティブならば、ここはポジティブ。このポジティブな世界にはネガティブは入ってこれない。で、ここやめたってするんです。で、世界です。で、今までがここに住んでいたとする。なるほど。っていう世界でよくここに住みます。で、今これからは
書く場所が少なくなりましたが、ここに大豪邸を建てるぞという感じですね。で、ここにお引っ越しをするという感覚で、このさっき、まあ、今やったばっかりだからまだ馴染みはないですけども、ここでポジティブに生きていきましょうよ。で、よくやるのが、ここの自分のお家ちょっとネガティブにやられてるから、ちょっとこう傷がいろいろあったりこのボロボロっとなったりとかするんですよ。で、これを修繕しようとするんです、うんうんうん、よくあるパターンは、ここダメよ、ここきれいにこうしなきゃ、こうしなきゃって。でも、もともとネガティブの土台の上に立ってるんで、どう修復しようとも大変なばかりで、思うようにいかない、ああでもない、こうでもない、これやめるんです、ちゃって。で、ここじゃなくって、私こっちに住むから、ポジティブの上に、土台の上に住むから、ここ全然ない世界に今から私は引っ越ししますという感覚です。どう？分かりやすい。やったー。なので、もう自分のここ、もういいです、ここを直そうとしないで、新しい私で生きていくわっていうような気持ちです。で、ここから見晴らしいいんですよ、こう、うん、あーって。で、ここだったらこの世界しか見えなくって、割と自己中になりがちです。人のことを考えているようで、結局は自分がどう見られているかの方に行くんで、自己中なんですね。で、これにうーっと力が入る中で、どんどん力が入ってくる。でも、ここに行くと、自分は単なる操り人形なので、自分すら見えてしまうというような状況判断ができる。客観的に見られる。いつも冷静である。で、私はどうするという視野に立てます。実は私ボイトレやってますけども、本当はこの視野で生きると楽だよっていうことを言いたいなんですね。で、ここにいるよりもここに来た方が楽だよ、そして声も良くなるよって言うんだけども、よくありますよね、心理学でもさ、第三の自分になって観察的に自分を客観的に見てとかって書いてあるけども、どないすんねん、じゃあどないすんの、どこやねんってどこやねんと思うんですね。で、どこやねんがボイトレだと分かりやすいということが分かったんです。1,2,3 の場所、ここが第三の自分で、ここで客観的な場所を自分の声で、いい声になったら OK っていうバロメーターで、そこで掴んで、この気持ちのいい場所で生きていきましょう。そして私はここを非常に難しい字ですが、すげー、すごい、ようやく書けるようになりました。やった。俯瞰でございますね。俯瞰と呼んでいます。で、俯瞰というのは上から全体を見るというイメージなので、私昔はテレビの仕事をやってたんで、よく使いはるんですわ、カメラマンさんとかが。俯瞰で撮りましょうかって、上から撮りましょうかっていう意味で、で、その時に、あ、俯瞰ってそういう意味なんだということで、今この俯瞰というのをボイストレーニングで使って、で、俯瞰で話をし、俯瞰で行きませんかっていうことを言っております。どうかしら。イエーイ、ありがとうございます。拍手を強要いたしました、すみません。さて、もう一個ちょっと話をしたいんですけども、これにも見えるかな、うん、見える。ここに今度は上から見た図っていうのを書きました。上から見えますね。なるほど。で、いつものこのネガティブな場所というのがこうだとする、うん、で、ですね。で、先ほどの内はここです、うん、そうすると内はここに持ってくると、自分というのがこの大きさになるんです、うん、で、1,2,3 の30センチ後ろはここ、こうなるわけです。で、あの、さっきも言いましたけどもね、このここに空間がなくって、ここの場所を掴んだっていうんでなくって、こっからここまで全部が私なんです。で、懐が深くなる、許容量が増える、キャパがでかい、分厚い人間になる、ここまでが全部私っていう、ここまで全部私、つまりこの見える範囲全部が自分であるという感覚です。俯瞰、ここも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 全部私で、日本人のすごくいい特徴に、私、察するっていうのがあると思うんですね。察するセンサーがここからこう広がって、ここのものもここのものも感じることができるようになると思うんです。だから、なんか人間力強化、ここも全部が自分の意識下になるというような
感じを俯瞰と呼んでおります。いかがでしたでしょうか。ちょっと斜めて見えにくかったですか。でもまあ、他のビデオでも同じことを何とか繰り返して申しておりますが、こんな風に絵で見ると上からこう見るんだなっていうのが分かりやすいかなと思って、いつもこんな風にお話をしております。ぜひ皆さんも自分の範囲をどんどん広げて、素敵なあなたを発見していってください。で、その大きくなった時に本来のあなたがドーンと出てきますんで、そんなイメージを持ってボイストレーニング続けていきましょうね。それでは。